はい、このように京都駅にはかなりの数のバスがたくさん行き交っているわけですけども、それを一つずつ見ていきたいなと思います。このように、ね、複雑な京都駅ですが、まあ、いろいろ、ね、乗り場なんかもしっかり整備されていますので、順々に説明していきたいなと思うんであります。ではまず最初一番奥の方を進んでいきましょう。こちらの方がバスのたくさん止まるところになるんですけども、まずご紹介するのはこちらの C2 と書かれている場所、そして C1 とか書かれているんですけど、その場所を、見せていきましょう。こちらは直接道路に面しておりまして、こちら九条車庫行き205番系統となっております。系統はかなりの数が出ていきまして、 C1 の場所で3分、6分、9分、15分、17分といってね、今発車したのが多分30分発のやつだと思います。だから次来るのは38分発なんですけど、すぐねバスが来ちゃうなと思います。向こうからやってきたのは京都駅行きの五条通り5番系統です。こちらは86番系統鉄道博物館水族館方面に行くやつです。確か86番と88番がそっち方面に行くやつでしたね。この辺は意外と二条城方面とかに行くのがあるようです。こちら京都駅行きのやつ、三条京阪の方から来たようです。こちらの26番系統のやつも市場からその京都駅と書いてあります。こちら LED になってますね。幕車も意外と少なくなってきております。はい、動画で撮るとどうしても見にくいんですけど、鉄道博物館行く方は86番、そして88番はね、あんま少なかったはず。86番ご利用なさるといいと思いますよ。あ、これはね、なかなか時々しか見ないやつ。南5番系統と言いまして、1時間に2本ですね。あれが多分35分発のやつです。9時5分発のやつが行った次が35分なので、30分に1本しかないんですよね。それが今やってきました。回送車、お、幕回しやってる。南5番系統、ちょうどここが降り場で、乗り場がそこなんですけど、多分そこからね出るやつだと思います。お、こちらはまたもや206番系統京都駅行き。この辺降り場が多いんでね、206番と言いますと、D2 なので、あっちがですね、あっちのさっきの橋のところに止まります。また回送車来た。206番系統京都駅まで、多分ここから回送車になって、また新しく路線206番が変わるかもしれないんで、ちょっと見ていきましょうか。これどんな感じになるか。京都駅前の駅ロータリーの中に入ってきます。あれが、さっきまで206番系統だったバスです。あ、一旦ここに止まるのかな。JR の高速バスとかもハイウェイバスとかも止まってるやつなんですけど、あ、南5番系統、あれがこう移動していくんですね。おそらく206番なんで、いっちゃん向こうまで行くと思うんですけどね。まあ、こんなところに泊まる形になりまして、
多分あれ44分発かな。206番系統、北大路方面へ行くやつなんですけども、北大路って分かります？京都がずっと北に行った方面にあるんですけど、そちらの方に行くやつです。こちらは竹田駅中小島方面、伏見成田車にも行きます。なんだろう、81番83番系統あたりですかね。竹田街道方面通っていくやつ。おバスが3台並ぶぞ、これは面白い。ちょっとあの206番系統をね、追っていきたいと思います。ここでしばらく時間になるまで待機かな。この時々色が違うやつですね、これは京都バスと言いまして、京都市がやってるものじゃなくて、今京都のバス、まあね、よくわかんないですね、京都のバスになります。お、そういった206番系統動き出した。奥に止まってて、あの左側の奥に止まってる緑色のやつがあれですね。お、巻き回した。これが206番系統というものです。75番系統映画村行き、映画村行きのやつは35分発かな。あれこちら26番系統の北の白梅町方面、山越方面に行くバスであります。予定の位置にやってきましたね。これがおそらく30何分発かのやつだったと思います。こちらが206番系統北大路町、北大路方面、北大路バスターミナルのとこに行くやつです。まあこれそのままね、運用されるんだなって分かったんですけども、206番系統とか200何番系統ってやっぱり利用者数が多い系統になりますので、あのそれだけ発着頻度が多い。ここ見てみると D2 乗り場208、208、208、88で、またこれ208東北寺方面のやつが来るって。東北寺はまあ伏見区の方ですね。これは26番系統です。はい、先ほどの26番系統がぐーっと回転しまして発車していきます。はい、あちら26番系統ほとんどのバスっていうのは、なんか周回するバスとか100番系統の急行はどこ行くんだっけな。100番系統は B2 つって一番向こうのなんか島みたいなところに泊まるんですよ。それ以外のなんか各方面にバラバラ散らばるやつ、急行系統じゃないやつはこの辺にぐらーっと行って、あ、今度は205番系統が来ました。205はまあ B3 といっても向こう側の B エリアの方に入ります。やっぱ年末年始で人が多いですね、京都行き。ということで今度はこの高速バスエリア、高速バスは僕大して興味ないんですけど、見てみたら高尾の方とか立命館大学の方に行くやつとかもあるみたいですね。あれはナンバー系とか見えないや、あれ左側じゃないからね。次行くのはこの B エリア208番系統京都タワーホテルの下にね、
たくさんのバスが行き交っております。次208番東福寺方面来るのが43分今行ったからきっと14分かな。あ、じゃあ北大路方面のやつがあるわ。あれはまあ D の方に止まるやつです。あ、来ましたね。28番系統嵐山方面のやつです。28番、嵐山1時間に3本出てんのかな。これ C6 に止まるって書いてあるからね。あ、5番系統、これ平安神宮の方行くやつです。出てたらね、高速バスとかもね結構来るんだね。回送と書かれておりますが、京都のご当地ナンバーです。それになんか続くように9番系統二条城方面、そして立て続けに回送車がやってきます。ここはね、あの止まるというよりも通過することが多いみたいなので、205番とかね、九条方面に行くやつは、九条車庫の方に行くやつはもうめちゃくちゃあるんですよ。1時間に何本も何本も。ここはいわゆる、まあ、B エリアってところね。じゃあ A エリア行ってみましょうか。ここはいわゆる A3 エリアという場所になります。あちらが17番系統四条河原町銀閣寺行きです。途中出町柳なんかもね経由するはずです。でね、実はこれ206番の北川王子とか東福寺行くやつとかね、なんかこう混ざってるやつとかがあるから、そういうのには注意して乗らないといけないですよね。2階建てバスだ。JR 四国バス。205番系統、あ、9系統ですね。9番系統ってね、僕あんま知らないんだ。9番系統二条城の方に行くやつ、1時間にね5本走ってます。6本か、10分に1本だ。でこちらがまあ主な205番系統ですよね。たくさんの人が使うやつ。別に他の系統使ってもいけるので、まあ、京都人はですねそれをまあうまく利用して通行しているというわけなんですけども、向こうからは208番系統、あ、幕車だ。北大路方面、地下鉄北大路、出町柳なんかも経由します。そろそろ発車するかな。205番九条方面じゃなくて北大路か。北大路の205番はですね、これ40分か44分発だよな、おそらく44分発です。43分ですが今発車しました。で次17番系統です。17番、河原町銀閣寺、銀閣寺方面、これ1時間2本、19分 と、と40分なんですけど、これちょっと遅れてんだろうな。さっきの205番がいたせいでこの17番がまだ発車できなかったみたいな感じでしょう。ちょっとねそういうところも、まあ、あるんですけども、そこでは挽回していくのが京都市バスということで、時間調整なんかも行われているようです。ということでね、もう発車するようです。やっぱね、少し遅れ、あーでも奥のが発車するかな。奥のが行ってからこの17番がすぐさま行くというような形になるようです。206番、あれは北大路バスターミナル、北大路方面バスターミナルに行くやつってめちゃくちゃあるんですよね。蓬莱人参、100万人が飲んだ、100万人が飲んだ。このバスには100万人以上の人が乗ってますから、きっとその100万人が飲んだというのはこの京都市バスのユーザーでしょうか。そんなわけはないと思いますけど、回送車もやってきますね。京都の市バスというのはこのポルタというものがつながっていまして、このポルタの地下街のところを使って向こうの京都の方に行けるようになっておりますので、もしあのバスがたくさんいて通れないという場合でもこっちから行けるようになっているわけです。引く、
かりとエスカレーターも完備されておりますから。これ自由通路となってるんですね、この下りが。はい、高松駅行き、これでもサンライズもお役ごめんですよね。こんな京都からサンライズ出てるんだったら、なんていうの、東京から、新宿から京都駅っていうのが出てますし、一回乗り換えるだけでサンライズの範囲、高松まで行けちゃうという。こちらは JR バスがたくさん発着する場所になってまして、3つの発着場所があります。で最後これだけ見て終わりましょうか。遠距離に行く人は京都駅からすぐのところにありまして、出て中央口出てすぐにありまして、京都駅から近場に行く人はちょっと離れてるところ、ちょっと距離があるところ、こんな島とかにあるようです。9時50分発って言ったのが高松の方に行くやつ、向こうがねさっき発車するんだな。高松駅行き、どうしても動画で撮ると幕切りがね直せないという、そこだけが本当に勘弁してほしい場所でありますが、やっぱでかいですよね、これ2階建てかな、あ一応1階建てだけどね、すごい高さがある。この JR バスこちら高松駅行き50分発を見送ってから行きましょうか。終わりましょうか、この動画。今ちょうど48分ですね。はい、49分になりましたので、そろそろね発車する準備するんかなと思います。それまで京都バスに行きましょうか、向こう側の。あちらには京都タワーがそびえております。高松行き発車しますと、ここから四国まで行くんですからね、京都から四国って結構距離ありますよ。高速でぶっ飛ばすんでしょうけど。ではですね、ここまで ご視聴ありがとうございました。今回はですね、この京都駅の、まあ、京都駅前バス停、ご紹介でした。高速バスなんかね、本当は南口八条口の方の方がたくさん出てるとは思いますけども、今日はこの辺で終わりたいと思います。高松駅のバスが発車します。JR ハイウェイバス、西日本 JR バスと書かれておりまして、いすずって書いてる、ね、この通過通音がいいですね。おっと、これは、あ、これ高知、あ、みんな四国に行くんだ。しかもこれ2階建てなんだね。へー、すごいでっかいな。これ松江出雲なんか全部さ、全部四国とか岡山とかそういう方面だよね、島根とか。じゃあ、ここにて終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。またのご視聴お待ちしております。次の動画でお会いしましょう。